おはようございます。時刻は朝の6時47分でございます。今日もですね、5時半に起きて朝活して、ラジオ体操6時半に終わったんで、今ね、家に帰りながらウォーキングして、まあ、朝のうちにね、運動を全部済ませてしまおうという生活スタイルなんですけれども、今回ですね、ちょっとしばらくニュース見てなかったんですよ。でちょっと、ね、今どんなニュースになってるかな、まあ、パラリンピックのね、メダルとかも気になるしってなった時に、飲酒運転のね事故に遭われた遺族の方が会見をするっていうのニュースがあって、もう本当にいたたまれないなっていうふうに思って、もうね、僕は今アルコールやめてるんで、まあ、断酒中なんで、やっぱねお酒に対することだったりとか、まあ、自分はもう免許はあるんけど車を手放したんですよね。まあ、なんでかっていうと、まあ、運転する判断能力のレベルが常にあると思ってないからですよ。だから本当うつ病のになってる人とか、例えば安定剤とか睡眠薬のなりとかしてる人も、僕は基本的に運転はするべきじゃないっていうふうに思ってるんですよね。自分が事故を、物損とかだったらまあまだいいんでしょうけど、人身みたいな事故を起こす可能性がゼロとは言えないし、前よりやっぱ高くなってるなと思ってるんで、だから運転しないし、だからね、それとも就職して働くってなった時に、普通免許っていうのは必須だったりしますよね、資格の条件として。だからそこも緩和していかないといけないんじゃないかなとか思ったりしてるんですけど、で今回のこの事件ですよねの内容を聞いてると、その会社で始業前にアルコールチェックはしてるけど、結局その後に、まあ、車の中に車内レコーダーがあるから、まあ、そこでも飲酒の運転が見られない、状態が見られないってなったら、まあ、外のところで飲んで、で、まあ、そこから運転して事件を引き起こしたってことみたいですけど、僕はなんかこう話とか聞いてたら、なんかこう酒にこう飲まなきゃいい人なんだけどなっていうような、まあよく聞く話ですよね。だからね、会社だったりとか同僚、まあ、会社が率先としてやっていくべきだと思うんですけども、アルコール依存症のチェックをした方が良かったと思ってますからね。いや俺アルコール依存症じゃねえ、俺はそんなこと言うか差別かっていうような認識がねあると思う。やめりゃいいんだろ、簡単だよ、自分の意思なんとでもなるよ、そういう油断がですね、慢心がですね、今回の事故を引き起こした要因の一つなんじゃないかなというふうに思って、やっぱだから僕は思ってるのが、もう周りはこの人お酒飲まなきゃいい、まあ、それがプライベートとかだったら本当はプライベートでも言わないといけないと思うんですけど、僕が言いたいのは、アルコール依存症かどうかっていうチェックとか診断とか、もし必要なら治療っていうのを一回受ければいいと思ってるんですよ。やっぱアルコールやめると僕めちゃめちゃ難しいことだと、僕はたまたま成功してるだけで、まあ、またねいつ飲んでまた常習者に戻るかっていうのは分かんないですから、たまたま成功してるだけで、しかもこう働いてなくて、その働くストレスがない状態で成功してるんで、だから働くストレスを抱え込みながら、今ねそのトラック業界とかいろんな2024年問題ですか、で今クールなんかこう交通事情が昔よりも結構僕は大変になってるなっていうふうに思ってるんで、だから車の運転をするっていうレベルが上がってると思うんですよ、いろんな要因があって。でそこでお酒飲まないとやってらんないよなっていうふうになると、お酒飲まないとやってらんないよなっていう思考自体がもう間違ってるなっていうふうに思うし、じゃあ他に何か仕事があるかっていうふうなね、でそうやって例えば会社の中でアルコール依存症の人がいるかって社内チェックした時に、潜在的なアルコール依存症者、治療が必要なアルコール依存症者って多いって言われてるんですよね。じゃあその人たちが運転しないようにして治療に専念して、例えば事務方の方になるとか、運転しないようにするとかですね、それから2人1組の体制にするとかってなると、今度は物流が滞りますよねっていう風になるんで、だからね、会社としてはアルコールチェックしておしまいですよじゃなくて、まあ、そうやって聞き取りとかで、あの人ちょっとお酒癖が悪かったりとか、お酒飲む時にどうってやったら、もう会社側から率先して、
で進めるとか、だから車内の入試、特にこう、車の運転を積極的にするような会社だったら、そのアルコールチェックだけじゃなくて、アルコール依存度へのカウンセリングの、常時実施だって、その時間がないっていうのは分かってますよ。飲酒運転をゼロにするならってことですよ。結局そこを端折って、本人たちの意識次第で、でお酒飲んでるんだったらお酒を自分が我慢すればいいんだよねっていうふうに本人任せってなった時に、じゃあそれが本当に、飲酒運転がゼロパー、ただでさえ事故を起こす可能性は ゼロじゃないわけですよね。それを限りなく低くするっていうのがプロのドライバーだったりとか、プロのドライバーって言っても普通の一般の運転してる人たちも限りなくゼロに近づけるっていうのが大事だと思うんです。絶対ゼロではないですから、そんなやったら歩いててもね、事故に巻き込まれる可能性があるんで、普通にこう歩いてても事故に遭わない可能性はゼロじゃないわけですよね。どんなに気を配っててもですよ。だからね、もっとアルコールへの意識っていうのをちょっと考えないといけないし、でこう分かってるけどやめれない、それって薬物がそうですからね。でいろんな広告も打ってるし、さっき言ったみたいにお酒を飲むことでしかこの仕事だったりとか生きていけない、ストレスを解消できないっていう風になると、じゃあ本人がね、今回事件を起こした加害者側ですよ、そしたらじゃあ自分の人生はどうなんの、自分が自分らしく生きていくために必要なことなんですけどっていうふうに思ってるかもしれないですからね。でその自分のエゴに、巻き込まれたってことになりますからね。だからね、本当になんかこの、僕しかりなんですけど、お酒をやめましょうっていう、いろんな本だったりとか、断酒セラピー、禁酒セラピーとか摂取セラピーみたいなのがあるんですけど、個人的にですよ、よっぽど何かが重なる体験がないと、働きながら断酒するってよっぽど難しいと思ってますからね。やっぱ治療を受けながら断酒するとか摂取になるっていうのが僕の中で一番いい流れだと思ってるんで、結局飲みますからね。なんか 2,3 日やめて、1週間ぐらいやめて、おいけるわ、なんぼでもやめれるわ。で結局それで飲んでも、またすぐやめれるけどね。で1週間ぐらいやめて、それが 2,3 日の可能性があるんですけど、また飲んで、いや本気出したらやめれるからって言ってこう行かないみたいな。あんたアルコール依存症の可能性があるから、診断を受けてくださいって、いや僕ね断酒やって本気出したらできるから、でできないんですよね。だってそんなできないように作られてるわけですから、アルコールという薬物は。簡単にやめられたら、そもそもアルコール依存症とかアルコール中毒だったりとか、そういう症状っていうのはもっとこう簡易化されてて、なったら薬飲むだけでね治るっていう可能性もあったりしますからね。そうならないように、作られてるし、そういうふうにならないように、やめられないように定期的に飲酒するように、打ってますからね。だから広告の仕方とか、だからもっと考えていくと、その本人が、治療を受けなかった、会社側が治療を進めなかった、同僚たちが会社に治療を進めるように言えなかった、でもうちょっと先のことまで、もっと深いところまでいくと、アルコールの売り方に問題があったんじゃないかとか、WHO ですか、世界保健機構の推奨でだったりとかすると、アルコールの売り方が、日本でもおかしいですよね。十字コもアメリカは売れないのに、十字コもいつでも手に入る状態になってるし、お酒の CM にしてもこう、ね、スポーツだったらスポーツ選手とか、ドラマだったらドラマが出てる人たちとかが、好感度が高いと言われてる人がお酒をごく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 飲んでるシーンを流したりするじゃん、クヤーみたいな。いやもうそこら辺から異常だと思ってるんで、本当に飲酒運転をなくすんだったら、やっぱそういう CM の規制とか販売の規制もかけるべきだと思うし、そうすると経済が滞るから、本人たちの意識に任せましょう。だけど責任は本人たちにありますけどね。酒は悪くなくて本人が悪い、じゃあ売り方は正しいかってところまで本当は考えないといけないですし、だからね、あともう車の運転の仕方ですね。お酒を飲んだ状態になると車が動けなくできるっていうようにするとかですね。でそれになると、飲んでるのに動く
車があるってことになると車側が悪くなっちゃうんで、まあ、そこはやっぱ本人たちの意識の考え方でできることなんでっていう風になっていっちゃうじゃないですか。だからね、本当に飲酒運転をなくすっていうことになると、まあ、違う経済問題とか、まあ、いろんな問題をじゃあそこのところを我慢するかっていう風になると、まあ、本人たちの意識で飲まないようにすればいいだけだから、じゃあ一人一人飲まないように意識してアルコールチェック行きと帰りすればいいじゃないですか。だって途中で飲む人なんてそもそもいませんが、そんな人疑うわけですかっていうような論理になってきてるわけですからね。だからもう全部疑っていかんと、いや確かに最初は飲んでるけど、いやもしかしたら途中で飲むかもしんねえぞと、帰ってきてチェックしてもお酒の状態がないかもしんないけど途中で飲むかもしんねえぞと、それこそね飛行機だったりとかもあるわけですからね。どんなにエリートでも、どんなに頭が良くても、どんなにお金を持っていようが、まあ、20代だろうが30代だろうが、やっぱその飲む環境、いつでも買って飲めてしまう環境っていうのがあるわけですからね。でそこのところのストレス度だったりとか、いろんな社会の不満だったりとかね、まあ、そういったストレス不満とかそういうのがくっついてる社会ですから、まあ、飲酒運転に関しては本当に、考えていかないといけないんですけれども、結局お酒の販売の仕方は変わんないし、うちでもお酒が短い飲めてしまう環境というのはこれからも変わらないでしょうし、まあ、ちょっとねそこのところを考えて、お酒やめたいなって、お酒そろそろやめないといけないなって思ってる人は、お酒をやめる方法って今たくさんありますから、一番いいのはもう心療内科とかに行ってアルコール依存症など治療に入りたいですっていうことですよね。まあ、だから必要があれば入院するとか、そういうところまで行っていかないと、自分の気持ちだけよし断酒だって言って、断酒って紙を書いて貼ってやめるってなんでね、そんなことってもうほぼ無理ですからね。だからどうしても治らないと本当に入院をさせるって、治療に専念させたらこれね事故がゼロにはできないですけど減らすことはできると思うんで、まあ、ちょっとね本当今回の件に関していろんな人が見ていろんなことを考えて、だけど考えて終わりですからね。考えて、ああ気をつけないとな、わすごく悲惨な事件だな、じゃあ終わっちゃダメなんですね。周りでお酒を飲みすぎてるとか、お酒に対して、まあ、車の運転とかそこですけど、まあ、やっぱ周りに注意して、でアルコール依存症かどうかの診療を受けて、それで問題ないってなれば別にいいですからね。だからね、本当こういたたまれないな、まあ、そういう意味で言ったら断酒しましょうっていう、まあ、僕は断酒の話もしてるんですけど、もっと広めていかないといけないなと改めて思ってるんで、断酒してる理由の一つに、僕はもう車手放してるんで運転することはないんですけど、まあね、お酒の魅力っていうのは分かるし、飲まないとやってらんないなっていう気持ちも分かったりするし、年齢が年齢で働ける職種も限られてきますし、まあ、その中でいろんなこと言われてて、やっぱ飲まないとやってらんねえなっていう風になる気持ちっていうのも、そういう社会環境になってしまってるのも問題だなと思うんで、まあ、今回の件は、まあ、毎回言いますけど、例えば毎月行ってる診療所の先生だったりとか、カウンセラーだったりとか、家族だったりとか、パートナーだったりとか、まあ、会社の上司部下だったりとか、まあ、そういう中で、まあ、話をちょっとしていくっていうのは、僕は大事なことなんじゃないかなというふうに思うんで、まあ、その話してたら、実は自分飲んじゃってしまうんだよねとか、二日酔いが残ってる状態で、あったりするんだよねって話した時に、じゃあちょっとなったら一緒病院行くとか、自分もそうだったね。なんかそういうのを目標にもっと治療ってところに目が向くともっといい。